現存する碑文としては最初期のものであるパレルモ石。蒸気はパレルモ博物館の最も大きなもの。この他に断片がカイロ博物館、ピートリー博物館などにある第五王朝の頃に作られたとされ、初期王朝時代後期から第五王朝のネフェルカラーまでの王名が記録されている。ファラオの一覧は紀元前3000年前から始まる古代エジプトを 統治したファラオの一覧である。詳細は EN リスト・オブ・ファラオを参照これまで、ファラオの一覧は帝国時代に書かれた鳥のパピルスや紀元前3世紀の歴史家マネトの記したエジプト史、セティ一世の総裁伝やパレルモ石に残されたファラオのリストなど様々な過去の遺物を資料としてその調査研究が進められているが、これらの情報はいずれも断片的であり、 相互に矛盾する点も多いため参考文献や資料によってその内容は大きく異なる。本校に記すファラオの一覧は特に客中のない箇所については基本的にエジプト考古学者ピーター・クレートンが表した古代エジプトファラオ歴代史とジョン・イー・モービーの世界歴代王朝王名相乱をもとに書き起こし保管情報や記述の異なる情報については別途客中で出典 説明を加えるものとする。また、資料の少ない第一中間期及び第二中間期のファラオについては、経図の復元が難しく、現在も議論が継続しているため、比較的新しい翻訳資料であるエダンドドソンの全経図付けエジプト歴代王朝史の記述も参考にする。なお、一覧中の日本語表記並びに英語表記に関しては、吉村作次の 古代エジプトを知る時点に習った。年代の分類についてもファラオの一覧と同様、資料によってまちまちであり、本校はクレートンの分類を元にしている。マネとは、エジプトが統一されたと考えられる、紀元前4000年期末からアレキサンダー大王に征服される、紀元前332年までの期間を30の王朝に分割しており、 現代のエジプト史研究もそれが基礎となっている。紀元前343年からの第31王朝を第二次ペルシア支配、紀元前332年からのマケドニア王国による支配トップトレマイオス朝の時代を第32王朝とする場合もある。年代そのものについては地中海文明とのつながりができた紀元前664年の第26王朝。 プサムテク一世の時代から確かなものであるとされており、それ以前の年代は20年から200年の単位で誤差が生じている可能性があるとクレートンは述べている。古代エジプトを統一した最初のファラオとされるナルメル。初期王朝時代は黎明期と呼ばれる紀元前3150年から3050年頃までの第一王朝以前と第二王朝が終わる。 紀元前2686年頃までの二つに分けることができる。黎明期は、戦王朝時代の各王朝を統一した年代とされており、一般にはナルメルがその創始者であるとされる。また、別の王として上エジプトのヒエラ・コンポリスで発見された儀礼用矛にサソリの絵と共に描かれた名前のわからないファラオがおり、この二人が同一人物なのかどうかは不明である。 さらに、マネットによれば、エジプトを統一したのは、メネスであるとしており、ナルメルやスコルピオンとメネスが同一人物なのか、どうかについても結論が出ていない。ナルメルの後継者として、次の王となったのが、王妃ネーとエテップとの間に設けたとされるホルア派で、上下エジプトの統一を名として、メンという名を持っている。メンは、樹立されたを意味する言葉で、 彼の建設した首都メンフィスにもその名を見ることができる。また、マネトの言う、最初の統一王朝の王、メネスとも通じることからホルアハ。ホルアハの後継となったジェルの治世は、57年の長きにわたっているとされ、アビドスに作られたジェルの墓の周辺には300人以上の家臣の純僧母がある。その後は、ジェトが統治したとされるが、ジェルの王姫メルネートは、 アビドスの墓の調査などからジェルとジェトの統治機関の間に単独、または短期間の接触政治を行った可能性が指摘されている。ただし、マネとは女性が大いにつくことが認められたのは第二王朝のニネチルの時代以降であるとしている。デンの時代には出土した増下ラベルに初めて東を懲らしめると記されており、アジア人との接触が確認できる。アネジブの時代には、 王家は南北に分かれて大きく争った。その後争いは収まり、セメルケとの知性に入るが、サッカラにある天ロイの墓から出土した、王名表にはその名が載せられておらず、いくつかの出土品から、姉ジブの名を抹消していることなどから、セメルケとは王位の三奪者であったとする説もある。第一王朝の最後の王はカーであるが、マネットはその名をビエネケスとしており、 その他にも統治を行った王が存在する可能性もある。マネとは、第二王朝は9人の王によって302年間統治されたとしている。しかし、現存する他の資料や文献などから多くても、第二王朝の王は6人、統治期間は200年弱であるというのが一般的な見解となっている。ヘテプセケムイ、ラネブ、ニネチェルの統治についてはほとんど知られていない。 6番目に、セケムイブという名で即位したセトペルイブ戦の時代には、南北の勢力争いが、再び激化し、内乱の時代となったとされている。これは、ホルスとセトの神話的対立の名のもとに起こった争いで、セケムイブはセト派に肩入れし、そのホルス名をセトペルイブ戦に改め、国家規模で、ホルス人信仰からセト神信仰への改修が行われた。 第二王朝最後の王であったカセケムイの前にカセケムという名の王がいたとする場合もある。一方でこの二人は同一人物でセトペルイブセンの時代に乱れた国土を統一したカセケムが二つの力強いものの出現を意味するカセケムイへと名を変えたとする説もある。ギザの三大ピラミッド。右からクフ王、カフラー王、メンカウラー王のもの。 大型で精緻なピラミッドの多くは、第四王朝時代に登場した。メンフィスを中心として、中央集権国家体制が確立された第三、第六王朝の期間を王国時代と呼ぶ。マネトによれば、第三王朝は8人の王によって200年近い、統治期間があったとされていたが、実際には5人の王によって、紀元前2686年頃から2613年頃の、 統治機関であったとするのが有力となっている。最も知られているのは二代目ファラオとなったジェセルで、後にエジプト文明の象徴ともなった大型建築物の創造に着手したことによる。今日ではジェセルがサッからに築いたピラミッドと周辺の総裁複合体は世界最古の石造り建築物とみなされている。古代エジプトを象徴する巨石建造物であるピラミッドの造営が、 始められたのは、ジェセル王の時代からで、第四王朝に入ると、技術の発展とともにその規模は増大した。ファラオという地位の概念も、時代を追うごとに変化を続け、次第に深刻化,化していき、ホルス人の化身であるとされるようになった。この考えは、第五王朝以降には、太陽神ラーの息子であるとされるようになった。しかし、王朝のハントが広がるにつれ、 地方の官僚たちが力をつけるようになり、中央の統率力が弱くなっていく。第六王朝の頃には、政治権力が分局化し、無政府状態となり、繁栄を極めた、皇国時代は終わりを告げた。第六王朝による統治が終わった頃よりエジプトは、中央集権制が和解し、約140年の戦乱の時代、いわゆる第一中間期を迎えることとなる。 この時代の資料も非常に不明瞭な点が多く、具体的にどのようなファラオが存在したかについてはあまりわかっていない。第七王朝は七十人ほどのファラオからなったと真似とは記しており、また第八王朝はアビド奏名表には十七人の王の名が記されているが、実質的統治を行った王として、裏付けのあるのは、ウアジカラー、カカラーエビーのみとなる。 第8王朝崩壊後は、ヘラクレオポリスに起こった第9王朝を創始したメリーブラーの一族によって一時全土が統一されたが、この統治は約30年で終了し、ヘラクレオポリスを拠点とする第10王朝とテーベを拠点とする第11王朝の対立の時代が始まる。その後、第11王朝のメンチュヘテプ二世によってエジプト再統一がなされ、 混沌の時代はようやく終わりを告げた。メンチュヘテプに世によって南北王朝は統一を見せ、紀元前2060年頃より中央国時代が始まった。以後、テーベは千年の間、エジプトの政治の中心として栄え、守護神アメンを侵攻する国家がエジプトを支配した。統一を成し遂げた第11王朝の章は中央集権政治の再生を目指したが、 アメン・エムハと一世のクーデターによって倒れ、紀元前1991年頃、第1に王朝が成立した。アメン・エムハと一世は、地方有力貴族に、各地方知事の地位を与えて、自由裁量権を認め、一方で首都テーベからラーフーンへと移し、王権復興のための経済的基盤の強化に着手した。この時代には、対外交易も、活発になり、ビューブロス、クレダ、 ふんと、市内などへ、しばしば通商隊が派遣されている。また、ネビア遠征などの領土拡大も心を見られ、センセルト三世の時代には、第二旧丹地方まで領土を拡大している。第十二王朝最後のファラオとして統治したのは女王で、あったセベクネフェルであるが、クレートンは、この事実について、女性が、王位継承したという事実は、後継者に問題があった可能性があると指摘している。 第13王朝以降は再び動乱のエジプト代に中間期に位置づけられているが、13王朝半ばまでは比較的平和な時代が続き、中央集権制度も維持されていた。その一方で王権は徐々に境外化し、末期には地方の貴族が再び力を保持し始める。下エジプトではパレスティナ地域から移住してきた人々のコミュニティが形成され、 やがて第14王朝が起こって東デルタ地域を支配したが、それも飢饉や薬病などに見舞われて半世紀ほどで衰退。その後は新たにエジプトに侵入したヒクソスがエジプト北部に生じた政治的な空白を埋める。ヒクソスは積極的に支配を拡大し、第15王朝とその創始下に追随する諸行の連合である第16王朝を樹立した。 土着のエジプト人は、第13王朝を解体して上、エジプトに本拠を移し、第17王朝を起こした。テーベをととする、この政権は、ヒクソスとの共存を図りをおおむね成功していたが、しばしば激しい対立も起きており、前1600年頃には一時的に、テーベを占領され、総主権を認めざるを得ない状況にまで追い込まれている。そのため断絶した、前期の政権を、 第16王朝、ヒクソス撤退後に復興した後期の政権を、第17王朝と呼ぶ場合もある。この不安定な情勢は、イアフメス一世によって、ヒクソスが追放され、統一がなされる、紀元前1570年頃まで続いた。ヒクソスが追放され、国土が再統一されると、エジプトは史上最も繁栄した時代を迎える。トトメス一世、 三世をはじめとする軍人に引い出た王たちは、対外遠征を繰り返し、いくつもの小国を創始下に置いた。その結果、エジプトは広大な領土を抱えるオリエント随一の大国となり、北のヒッタイトやメソポタミア諸国とも歯を競った。同盟国からは多大な富や主源がもたらされ、それらを元手に王たちは神々を称えて盛んに寄進事業を行った。しかし、 この行為がやがて自社勢力の増大を招き、政治は次第に王家と新官覧の駆け引きの様相を呈した。アメウヘティプ四世は国家主審の座をすげ替える宗教改革を断行し新官覧への牽制を図ったものの十分な成果を得られないまま頓挫し、後継者のツタンカーメンが若くして没すると応答も途絶えた。軍隊の支持を集めて即位したホルエムヘブは低下した。 国力と威信の回復に努め、続く第十九王朝の王たちも軍事に力を注いだ。ラムセス二世の第2は、ヒッタイトとの間に、史上初の和平条約を締結され、国際的な秩序が確立した。ラムセス二世の70年近い地勢は、エジプト史上における黄金期となり、アブシンベル神殿をはじめ古代エジプトを代表する建築物の多くがこの時代に築かれた。 紀元前1200年頃、オリエント全域を天災が襲い、それ、近隣の大国が相次いで滅亡する中、エジプトはラムセス三世紀の手腕で国家の崩壊自体は食い止められたものの、大外的な影響力は喪失し、衰退が決定的となった。短期間でファラオが交代し、王権が求心力を失うにつれ、新官団は公然と国政に介入するようになり、 ついには事実上の君主として上エジプトの所領を統治するようになる。こうして生じた権力の分立はもはや解消されず、第20王朝が途絶えると繁栄の時代は終わった。国力の減退したエジプトは統一と分裂を繰り返す三度目の動乱期を迎える。この時代は過去二度の中間期と比較すると国内外で資料が多く残されているため、 政治権力の変異が詳しく復元されている。王権を引き継いだ第21王朝は、しばらくの間、南部の新幹勢力と国内を二分し、過去の王たちの建築資材や宝物を流用するなどして、かろうじて意向を保っていた。こうした混迷は一世紀ほどの時間をかけて徐々に収束し、両勢力間で進められた婚姻政策によって、政治権力は、 統合に向かったまた、この時代には、第19王朝時代からエジプトに流入し始めた、リビア系移民の子孫が、養殖につくようになる。そのうちの一人である、シェションクイッセイは、第21王朝の王女の夫となって、王位継承権を獲得し、第22王朝を開いた。シェションクイッセイは親族を大司祭に据えて、国内の再統一を達成した上、 隣国イスラエルに侵攻すると、党、大国エジプトの外的な威信を回復させることに成功した。リビア王家は、血族の結びつきを重んじ、セシ,ションク一世の後継者たちも、地方の権力者との婚姻を積極的に行うことで、親族に取り込んでいった。しかし、これは、多数の暴流を生み出す結果につながり、王が亡くなるたびに、後継者を巡る争いが起こる要因にもなった。 そのため王家は内紛に暴殺されるようになり、やがて離反した暴流の一つが、第23王朝を起こすと、多くの外籍もそれに続いた。また、第24王朝など、遠戚を持たない諸公の中にも独立する者がいた。ありがとうございます。